津軽三味線は拍手のタイミング非常に難しいんだけど、私の掛け声、あのスコップ三味線買ったんです。私の掛け声、うるわうるわするわーという掛け声でいますので、このソラーのとこで拍手でございますので練習しますよ。うるわうるわするわー。今日は大勢2000人のお客様ありがとうございます。はい、バイテンサイの人ご着きして、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、つなるジョンガラ節お聴きください。はい、お願いします。皆さん、拍手のタイミングバッチリでございましたね。おい、たんげひとゆげでしたね。ただみんなね、前さっこでね、膝こうもまだ疲れるもんだけどもね。まあ、一番多い質問、サフロさん、本物の三味線やるんだかっていうご機嫌ですけど、一切できませんね。本物の三味線やってますね。実はこのスコップやって11年ね。もう、本当は白かったんですよ、このスコップ。今もう11年ですから真っ黒やって、これ全部ですね、私戦えたことです。うちのスコップ、筋も指も一切触ったことありません。ねえ、軟弱なスコップということでですね、やらせていただいておりますが、まあ、今いろんな曲ね、やっております。はい、いいよ、いっぱい騒いでいいよ。あ、それで今はね、ちょっと注意事項を忘れました。携帯電話、それからビデオ撮影は一切禁止されておりません。大丈夫ですのでね。ただのこの中でのポケットベルお持ちの方いませんか？ない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 。ポケットベルもしお持ちの方は早く携帯電話に変えてください。はい、すみません。で、ありがとうございます。いいよ、いっぱい騒いで大丈夫だよね。はい、さあ、今度はですね、またちょっとアニメの曲をお送りしたいと思います。アニメと言いますとですね、まあ、だいぶ昔からやってるアニメ、ルパン三世、ね、このルパン三世のテーマ曲をなんとこのスコップでやってしまおうということでですね、まあ、さっきのちょっとまだチューニングちょっと今しますんで、これ意味ないけど意味ありそうでないチューニングでございますんでですね、はい、合ってます。はい、それではですね、ルパン三世のテーマ曲いとまかに終わってしまいますんでですね、さあ、それでは参りましょう。よろしくお願いします。ルパン三世。何でもできるでしょ、スコップ。できないものが一つあります。この間、まあ、うちは先ほどご紹介いたしまして安方の方でお店やってるんですが、お客様から、マスター、すいません、美空ひばりさんの曲一緒にスコップ叩いてくださいって言われたんですね。ああ、お祭りマンボかなと思って、そしたら悲しい酒でお願いしますって喋られたんですね。うん、最初に言ったんです、あの小浜正夫さんのね、ギターのタラランタンタンタンして曲が始まりました。ひとりごめんなさい、スコップ三味線ワンツカ非常にできませんということでですね、一番苦手な曲はですね、テンポの遅い曲、速い曲では何でも OK 牧場でございますのでですね、まあ、あのうちの店もスコップ年がら年中置いてます。そして見てください、これ今日部屋からみんな持ってきました。この他にうちはスコップ40丁無事かなものやるようないんですけどね。あとこれ子供用のプラスチックのスコップ、あとね車椅子の方とかですね、あのお年寄りの方、これレンゲでいただきます。100円ショップで6本で108円ね。
させていただきますんで、次の曲終わればですね、皆さんにやってもらいますんで、聴きながら心の準備もお願いしますね。そこのね、お嬢様方よろしくお願いします。あれ、かぐいだね。体験は2曲今日準備してますんでですね、はい。さあ、今度の曲でございます。今度はですね、まあ来年ね、北海道新幹線も取るんですけども、今度は北海道出身の、ね、歌手の方、函館さえ行けば北島三郎さんいます。それでワンツカもワンツカ北さえ行けば細川隆さんね、何は武士だよ人生はっていう曲、今日はですね、お母さん知ってるでしょ、大丈夫ね、わからない方もいると思うんですけどもですね、まあ、曲聴けば、あー聞いたことある、ただね、皆さん聴くよりも皆さんにもお手伝いしておいてもらいます。最後に人生はってきますけども、この時はい、右手を出していただいて、はい、人生は右から左へ長生き、はい、人生はっていう感じでね、右から左へ、これおぐさえ行けばいいほど長生きしますんで、あとゴルフやってる方はまっすぐじゃなくて右から下へパッとこういくとナイスショットになりますんで、ゴルフのやってる方はですね、はい、人生はナイスショットフォーってなりますんでですね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それでは参りましょう。細川隆さんのナンバーから、何は武士だよ人生は、皆さんよろしくお願いします。の方も右から左へグーッとやっていただきまして、95歳までは大丈夫でございますんでですね、はい、まあ皆さん、どんですかスコップの音に慣れてきましたね。だいたい3曲聴けば今日